よし、というわけで、あのとってもねのどかな風景のある、岡山県南のとある場所にやってきたんですけども、このエリアはね、そのトレイルランっていうのが盛んに行われている道だということなんですよね。まあ、ここにもなんか結構あの集落があるんですけども、まあこの目の前ずっとね、あの左に行くともうずっと先なんですよね。ずっと山奥に行くと廃村があるということで、ちょっと今日行こうかなと思います。ちょっとこの辺は道が怪しくなってきてるというか、大丈夫かなと思うような感じの道幅、そして橋がちょっとなんか劣化してるような、大丈夫かな。あそこになんか神社かな、神社があります。おそらくここから先が、廃集落になるのかなと思います。すごいなこれ、昔ながらのこの丸太を使った橋です。これよし、
すごいな、ちょっと石垣が恐らくここは農作業の場所だというか畑だったんでしょうね。そんな感じの岩がゴロゴロしてます。郵便ポストかな、これは。縦に道が分かれてるんですけども、地図上ではおそらくこっちかなと。山菜、山野菜等を販売しているために栽培して、しています。立ち入らないでくださいということで。ここにね、タイヤ痕が残ってるんですけど、やはりそういうことなんでしょうね。まあ、こうやってロープを張られているところは入ってはいけないというのです。まあ、どこでもそうなんですけども、ロープとか、まあ、有刺鉄線、まあ、山の中ですね、は入ったら不法侵入になるんですけども、まあこの普通の道とかそういう看板ないところは全然大丈夫というか、そういうことらしいです。いや、先ほどまでねタイヤ痕があったんですけども、ほとんどないですね。ここからは完全に未開の地だと思います。ただ所々でこういう感じで昔のね石垣が見ることができます。ちょっとね平たくなったような感じで、なんか民家があったような、瓦が
らくね、多分感じ的にはここに建物でもあったのかな。ここはこの先ね、車通行止め、行き止まりですね。車が入ることができないほど細い道になるということですね。小屋がありますね、あれ。小屋が。ここからね、電柱が見え始めてます。ここでね、一応電柱の線は止まってるので、この道の向こう側から来たのかもしれないです。ここに線があるっていうことは家があるのかな。
この先にも電線が、地神の道に出てきました。なんか青いビーブの なんかありますね。なんだろうこれ。農機具ですかね。吸引回転数と調節回転なんかのエンジンかな。これはあの
石垣が、あれ、こっちにもあの何ですかね、この農機具がまたこっちありますね。サントリービールって書いてます。飲み口は今では見られないような形してます。アルミニウムって書いてます。アルミ缶じゃなくてアルミニウム。キリン1リットル昔の瓶ですね。時代が止まったままのような、そんな感じな、そんな気分になります。ここは先ほど通ってきた道ですね。ぐるっと一周した形になりましたね。というわけで集落があったとされる場所まで来たんですけども、実際その建物ってのはもう残ってなくて、実際あるといったら金属製の農機具とか、まあ、そういうものしか残っていなかったというわけなんですけどもね。確かに1970年代には建物があったというわけなんですけども、やはりあの
山の中、そして結構湿気のね多い場所なので人が住まなくなって朽ち果てるのも早かったのかもしれないです。というわけで今日はありがとうございました。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。またよかったらチャンネル登録よろしく。はい、今年の抱負は今年の抱負は今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます、はい。